こんにちは、なみさん。マルチタイムフレーム分析ね、もっと詳しくということだったんですけども、そうですね、こういうふうなグラフを見ながら、チャートを見ながらの説明はどうかなと思いますんで、こちらの方画面切り替えてご覧いただけますか。まずこれね、デイリーを見てるんですけども、これ見てどう感じます？こうなんか左の方から右の方へずっと視線をずらしていくと、右肩上がりになってるように見えませんかね。だからこれチャート、ロウソク足1本が1日なんですよ。ですんでこれだけで2週間3週間を示してるんですけども、ここ2、3週間を振り返ってみるとね、もっとか、もっとですね、これ2ヶ月ぐらいですかね、すいませんこれ2ヶ月ぐらいを見ていると、どん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 上の方に上がってるっていう風に見えますよね。これをまず覚えておいてください。次はね、4時間刻みです。4時間ごとにロウソク足ができます。これはどうですかね。なんか一旦は下に下がったんだけども、同じ水準まで上がってきてましたよね。ですんでこれをね、横ばいと言いますかね、今上がってきてるとこだよって、一旦は下がったけど上がってきてるとこだよっていうふうに見えますよね。こういうふうなビジョンで捉えてはいかがでしょうか。はい、次、1時間足、1本が1時間です。ですんでこれで四五日を表しているのかなと思いますけども、これはずっと右肩上がりになってますよね。はい、この3つの図を見て、次にこうさらに上に上がっていくか、いや、いきなり下がるかっていうことを考えたときに、3個のね、それぞれの時間軸がだいたい右肩上がりになってるから、これからも右肩上がりなんじゃないかなっていうふうに考えるのがトレンドの考え方です。はい、ということなんで、マルチタイムフレーム分析っていうのは、マルチタイムっていうのはどういうことかっていうと、1時間っていう世界だけにいるんじゃなくて、マルチな時間にいるってことなんですよね。時には4時間、時には24時間、時には1週間みたいな感じで、バックトゥーザフューチャーじゃないんですけどもね、いろんな時間を渡り歩いて、そして結局どうするのってことを決める。で、エントリーする時間っていうのは私たちは1時間にしてますんで、じゃあいろんな時間軸を見てあげく、1時間ではどう考えるんですかってことなんですよね。その時に一番簡単なのが、全ての時間軸が右肩上がりになっていたら、1時間でもしバイとかセル迷うんだったら、バイにしとけばいいんじゃないのって、バイは右肩上がりのことですからね。これで大体外れないってことなんですよいきなりね、反対側に行くことありますけど、それはもうしょうがないです、相場の動きなんで。ただどうしても決めないといけない時は、全ての時間軸が同じ方向に向かってるんだったらね、そっちの方向に合わせてきゃいいんじゃないのってことなんですよ。で、全ての時間軸っていうのはどういうことかっていうと、マルチタイム、その分析をするってことなんで、分析っていうとね、難しいことやってるみたいですけども、今みたいに右肩上がりなのか右肩下がりなのか横ばいなのかだけなんですよ。横ばいだったらバイもセルも入れないんですけども、右肩上がりならね、いろんな時間軸見て右肩上がりだな全体的にと思ったらバイの方でいけばいいし、いろんな時間軸見てね、あれちょっと右肩下がりが多いんじゃないかなと思ったらセル入れていけばいいという、そんな感じです。結構当てずっぽなんですけども、このぐらいでやってもね、結構当たるんですよね。もっともっと緻密に当てようと思ったら、テクニカルトレードってことになりますけども、マルチタイムフレーム分析っていうのはこういうことかなと思っていただければいいんじゃないでしょうか。それでは今夜のコソコソ話でした。いってらっしゃい。